オリビアは準決勝も占い、準決勝1試合目、イングランド対ニュージーランド戦ではニュージーランド勝利と予想しましたが、イングランドが勝利。さあ、こちらも外れてしまいました。ですがもう1試合、ウェールズ対南アフリカ戦は南アフリカ勝利とオリビアが予想。そしてその2回戦目は的中しました。なので現在オリビア、ラグビーワールドカップでの成績は7戦中4試合当てることができています、ね、とっても微妙ですよね、はい、そしてついに決勝まで行きました。オリビアのラグビーワールドカップでの占いもこれが最後です。最後も頑張れオリビア、はい、はい、できるオリビア、はい、はい、よし、やる気は十分です。さあ、果たしてどのような結果になるのか、皆様で見守っていただきたいと思います。それではイングランド対南アフリカラグビーワールドカップ決勝戦、レディー、それでは参りましょう、スタート。さあ、ではどちらの旗をオリビアは持ってくるのでしょうか。さあ、少し悩んでいますが、イングランドの旗、おお、イングランドの旗を持ってきました。実は今まで占ってきた中でよくこちら2つ旗が設置されていますが、よく両方旗を取ってどちらか悩んでいたんですが、今日はイングランドの旗を一発で持ってきました。さあ、ですが今回は占いですので当たるかもしれませんし当たらないかもしれません。オリビアの占い結果と皆様の声援が届くように、最後はこのように声援をバタイ、まあ、万歳で一緒に終わらせたいと思います。おせーの万歳、バイバイじゃなくてもう一度だけいきますよ、せーの